はい皆さんこんにちは今日は醤油についてお話ししたいと思いますえ今日、えー、探していましてあったのが天然醸造富士の那智の駒れ濃い口丸大豆醤油というのがありました、えー、これ良さそうななので購入しましたえ醤油の条件としてはちゃんと醸造して、えー、1年とか時間をかけて作られたものそして材料が ま大豆と塩など本当にわずかなもので添加物が入っていないものが良いとされています醤油には本醸造もあればアミノ酸を混ぜたものもありますでできれば本醸造の方がいいと思いますなぜかというとアミノ酸は生成物だからです というかまあ、旨味調味料とと同じっていうことですね味をつけてやるということです。でこの醤油丸大豆醤油はどういうものが入っているかと言いますとまず大豆と小麦と食塩だけですね。で食塩は天日干しのものを使っているそうです。これ輸入と書いてありました。で小麦は滋賀県の特別栽培の小麦と書いてあったので。 農薬を半分にしてあっても特別栽培って書いてあったりすることもあるんですけども、えー、どうなんでしょうそこはよく分かりません、えー、まあ少ないっていうことで、えー、まあ思っているんですけどもあとは大豆ですね、えー、国産の大豆と書いてありますがこの大豆も無農薬で育ってたものとかどうなんでしょうかそこはよくわからないところなんですがはい。 でお水は那智三連邦の伏流水を使っているということですね紀伊半島に行ったことがあるんですけども川はどの川も非常に水がきれいでした1年余りじっくり熟成していると書いてあります大豆は富山県の菜の花グループというところから買っているそうです 小麦は滋賀県の生産組合グループで特別栽培で工作されたものですと書いてあります大豆は前も調べたら能登、えー、半島とか書いてあったり富山とか書いてあったり、まあ、あの辺はまあ品質の良い、えー、大豆が取れるのかもしれません、えー、まだ調べていませんけども前回から醤油を変えてるんですけどもやはりいい醤油を使うと本当に あの味がいいっていうか結構ですね味が濃くて、えー、しっかり染み込むんですよね、えー、普通のなんかスーパーで売ってるような普通のしだとなだとツルツルってこう流れてしまうというか冷ややっことかに入れてもなんか薄くて、えー、サラサラ流れてしまうみたいな感じがあるんですけどもしっかりとついてくれるような、まあ、印象がありますでこういう風に食品添加物の少ない商品を選ぶと 何が違うかというと、やっぱり味が違うんですよね。えー、無農薬で、無添加で作られた漬物なんかも食べてみると、本当にその,その野菜の美味しさっていうものがするわけです。で、今までそのアミノ酸で味付けされていたものを食べていると、なんかベトベトっていうか、なんか非常に気持ち悪いですね。食べ物ってこんなにすっきりとした。 ものので、えー、味が、えー、なんかその本来の味ですねそういったものがあるんだなぁということがよく分かってきました、まあ、今日醤油をご紹介しましたけども皆さんも、えー、お近くでまあ、ちょっと探してみてください今日味噌とか見たんですけど味噌も結構あんまり天かぶとが使ってないものっていうのも結構探したらありますよね是非そういったものを選んで買ってみてください ご視聴ありがとうございました。